重要有形民族文化財日野江又の舞台。日野江又の舞台は、福島県南会津郡日野江又村にある農村部隊。国の重要有形民族文化財に指定されている。日野江又村寺平にある陳樹神の境内にある。江戸時代に建築されたが、明治26年の村の大化で消失し、現在の建物は、明治30年代の再建である。舞台は、 正面から見ると上部にハフがあり、入りもや造りに見えるが、前面にひさしがある、霧妻造りで、軒場の様式がこの地方独特であり、兜作造りと呼ばれる。この建築様式は、奥合図によく見られる曲や造りの民家と似ており、他の農村部隊とは異なったものである。部隊中央は固定式二重になっており、二重の前後には投資を入れることができる。 農村部隊の一典形をなすものとして、隣町である南合津町の大桃の部隊とともに、昭和51年8月23日に、国の重要有形民族文化財に指定されている。指定は、建造物である部隊のほか、観客席である敷地も含まれている。また、毎年5月12日、8月18日、9月台、1土曜日に、 村内の千葉の家花駒座によって演じられる農村歌舞伎は日の江また歌舞伎として平成11年に福島県の重要無形民族文化財に指定されている二重部隊、平部隊より一段高くなっている部隊のこと。ありがとうございます。